ごきげんよう。ごきげんトークの宮崎文隆です。今日は2022年5月の8日日曜日です。朝6時を過ぎたところです。幸い以上に痩せ上がってます。これ昨日トマト、昨日ですかね、トマトを植えました。そして、ピーマンをちょっと増やして植えました。キュウリもちょっと増やしました。このキュウリも、キュウリとトマトとこれを植えました。これは名前が出てこない、これは前に植えた分です。こちらの玉ねぎはちょっと遅く植えたのでまだピンと立っておりますね。ですからまだこれはもうちょっと待って抜こうと思います。こちらは元気でおりますね。今日はこの玉ねぎをもう草が生えてますが投げておりますが、この玉ねぎも今日玉ねぎを抜こうと思います。上ピンと立っているあの玉ねぎが 寝てくると取り頃だというんですが、これまだ元気ですが、でもまあこれだけ張っていればこれだけ大きく玉がなっていれば取りましょう。そうするとここがまた畑がなります。ここにまた種を植えます。はい、玉ねぎを今抜きました。これを玉ねぎを抜いてちょっと、まあ、火に干して、それからこれを束ねてですね、4つを1つに束ねて、今度派手といいんじゃないですか、まあ、かけて乾かすのに宙に浮かしてかけてですね、今度まずと保管しておいて今年いっぱいは食べれますね、これだけあればね。はい、おはようございます。そんな形ですね。今日はこのまた玉ねぎを収穫してあとですね、畑を売って苗を植えたいと思うんですけど、何の苗を植えるかまだ決めてないです。この玉ねぎのポーチ、ポピーが出てきましたね。あっという間に肉のこと花が咲いてきましたね。わあ、こちら花も咲きましたね。我が家には結構賑やかになってきましたね。いやいやいや、これなどももう少し色が良くなったらお好みに入れると美味しいですよね。うわあ、ポピーがすごく一気に、実はこのポピーにした畑なんですが、苗を植えるところなんですが、まあ、ポピーがあまりにも綺麗なのでこれを枯れた後畑にしようと思っております。あ、こちらの白い花もちょっと、この白い花これ結構綺麗ですね、この白い花がね。そしてこれ勢いがあるのはこれがあれなんですね。ここらもずっと出てますね。ニンニクなんですね。ニンニクはすごい強いんですよね。これニンニクです。これちょっと生えるだけでもなかなか全部食べきらんくらい量が入ります。はい、もう一度玉ねぎ帰ります。うわあ、今年は大きい、一つずつが大きいんですよね。結構ね、見てみると、おお、これなど結構大きいんじゃないですかね。ああ、これが大きいな。これやっぱり昨年よりは玉が粒が揃っているように思います。またこれをそれじゃ畑にしたところをまた移します。はい、玉ねぎを抜いて
今度は固めてハサミで葉を切って短くして紐で、結んで、竿にかけられるようにしました。こんな感じですね。右にあるのは葉っぱですね。葉っぱをハサミで切りました。手を切って紐で、縛りました。右にあるのは腰掛けです。腰掛けてやりました。こんな子に一輪車に積んで帰って竿にかけるようにします。これがハサミと縛る紐です。これは太陽光といいますか、光が出ます。太陽の光を充電して光が出ます。はい、こんな感じで、はい、ここまでです。はい、今一輪車に積みました。これで竿へかけるところに移動します。今まで取った玉ねぎをこの鞘にかけて干してあります。これを食べるときに、一つずつ下ろして食べます。あとこれの3分の1弱がまだ玉ねぎ畑に残っていますので、それを持ってくると大体この竿にまんべんなくかかると思います。そうすると全体でいうと今年いっぱいから来年の初めにかけて我が家で食べる玉ねぎが賄えるということになっています。今年は割と玉の一つの玉が大きいようで、かなり食べるだけあるんではないかと思います。今日昼にちょうど女房がいなかったので、私が取れた玉ねぎを切ってフライパンで油で焼けて卵を閉じて食べました。なかなかいい味でした。これ今年玉ねぎ堪能できます。玉ねぎを取りまして、その後をこのまたぐわで手で一応打ちました。これで第一回の草をちょっと掘り起こしています。そしてまた草を取って、次は石灰と鶏粉をまいて、もう一度打ち込みます。一辺二辺ぐらい打ち込んで、今度は本当は1週間か2週間ぐらい置いておいて苗を植えればいいんですが、置く時間がありませんので苗をやってまた苗を似合う苗を買ってきてもうすぐに植えるというようなことになります。今向こうでは田植えの準備の根拠が動いております。そしてこれが反対から見た畑です。向こうの奥の音がしているのか川柳で隣の方が草を刈っておられます。はい、これで大地の準備完了といったところでしょうか。隣にはポピーが風に揺られております。黄色い花はこれは新緑の花なんでしょうか。ポピーの中に紛れております。今夕方の5時16分です。今日は暑かったので苗がカラカラになっていましたので、畑で今水をジョロでやったとこです。こちらがトマトにチシャにナスにピーマンに、向こうもピーマン、こっちがキュウリですね。キュウリキュウリずっとキュウリいって、向こうがトマトで、あ、こちらオクラでした。あ、これはオクラですよね。だいたいオクラというのは、反対に上を向いて、ものがなっていくという面白い。あ、こちらもこちらはトマトですね。これも水を今やりました。あ、これ新緑、花が綺麗ですね。やってみましょうか。新緑だ、こんなの。おお、これ新緑だ。ほう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 、さっき水やったのこの豆ですね。この豆が結構
豆よくあるある、これもよくある、これはこれはちょっとお母さんに行って取ってもらわなきゃな、これ。はい、で、うん、これもこんな豆が、こんな豆がつく豆で、お、よくついてるな、これがついてます。あ、中もついてますね。で、これを今今朝草を取って一度打って、今度石灰と無形粉を入れましたので、これまた打って中に打ち込みまして、今度苗を植えるような支度をしたいと思います。